はい、家出てきました。重装備です。ダブルダウンとフードもダブル。あったかにしてきました。今日は和子さんと焼肉を食いに行くことに決まりました。多分クイドンになると思います。ジェッツのスポンサーだからね。ユミちゃんはそこでおやつもらってます。普通に通り過ぎたらどうなるか行ってみたいと思います。わかった。はいはいはい、分かってくれましたか、ありがとう。はい、ゆみちゃん、はいはい、だっこ、はい、だっこ、おいで。よいしょ、よいしょ。はいはい、うんちじゃないの、うんちだよ。はい、みみちゃん、今日はね、焼肉食べ行くんだよ。みみ大好き。お腹すいた。味噌の匂い。さあ、今日は入れるでしょうか、クイドン。やったー。普通だ。よし、失礼いたします。はい、エプロンでございます。お使いください。ただいまお絞りとお持ちいたします。少々お待ちくださいませ。お願いします。やったー、いただきます。やったー。おいしい。千葉ジェッツビール、ね、おしぼりで手を温めたんだけど一瞬にして終わったです。火の方が温かい、うん、今日はプレミアムコースというのをいただきます。飲み放題ももちろんつけました。まだそんな酔っ払ってないうちに撮ります。酔っ払うと撮らなくなっちゃうと思うんで、トントロ上タン塩。じゃあ別に来たよね。タンが焼き始められました。いよいよ試合開始でございます。相手を分かわせに牛ひげ切り落としと特選カルビーのサンチュ、サンチュと思って味噌。次から次来ました。次はビビンバーと卵スープで、クッパは来てないのね、うん、USB とコンセントが付いてます。生マッコリ700ml、 いただきます。あ、円竹縄でございますが、これが最後じゃないか。お肉の最後です。国産焼き
すきカルビ、すき焼きみたいにやるみたいです。卵があります。油だね、なんか燃えてなくなりそう。でこれを卵にくぐらせて、これぐらいでごうん、大根のために白ご飯食べなきゃいけないんですよ。うん、そうだね、白ご飯欲しいね。感想を。うん、そうですね。それじゃレポーターには飲みません。白ご飯が欲しいです。寒くなってきたので、もう再び火を入れまして暖炉代わりに使わせていただきます。あとはデザート待ちです。デザートのプレミアムアイスはスジャータのストロベリーアイスクリームです。あと飲み放題にコーヒーも入ってたんでコーヒー頼みました。一番高いぶちまけてる人います。いや、一番高いデザートスジャータハイクオリティアイスクリーム、外出アルミ、アルミでできてるそうです。開けてみましょうか。ダメだ、片手で開けらんない。開けたやーっと、もう飲み放題が終わりだということなのでコーヒーをもう一杯いただきまして、アイスを食べてます。アイス美味しいね。今日も幸せに一日が過ぎました。ミミちゃんとも遊べたし、明日は早くに お迎えに行って一日遊びたいと思います。あ、美味しかったです。こうしてトイレ初めて行ったかも。あんな飲んでた2回も行った。ごちそうさまでした。美味しかった。だって記憶がないもん。トイレがあんなに暖かかった。暖かかったの？うん。